優勝戦5号艇の肘谷勝樹選手です。よろしくお願いします。お願いします。準優勝戦は2コースからコンマ09のスタートで2着、優勝戦に勝ち上がってこられました。今節の足の仕上がりはいかがでしたか？もう全部抜群です。はい、はい、伸びがいいですか？行き足から伸びが、まあ、群抜いて、はい、みんなよりいいと思ってます。はい、展示タイムがズバ抜けていい時もありますけれども、ここに特徴が出ているわけですね。まあそうですかね、はい、はい。ここまで使用3節でこれはエース機になるのではと言われているエンジンなんですが、乗ってみられた感じではいかがですか？まあその雰囲気ありありですね。はい、エンジンにパワーはあると。はい、はい。そして調整面なんですけれども、これは日々天候変わりましたが、ではずっとその行き足のいい状態は保っていると？そうですね、ゾーンを外してもそこら辺の足は来てます。はい、はい。そして優勝戦は5枠ということになりました。ここはどんな調整をしてどんな足にして戦いましょうか？もう伸びたげ、はい、行き足から求めて、はい、はい。これはもう伸びに特化していって特徴をつけて一撃スタイルにしていきたいなと思っています。はい、はい。フライング持ちでいらっしゃるんですけれども、スタート下の方はいかがですか？スタートはちょっと分かってないですね。はい、エンジンが良すぎて難しいです。はい、でもこれは別に速いスタート行かなくても全速で通過すれば一気に行くようなパワーはありますもんね。そうですね、明日はまあ10全速ぐらいで行けるように練習します。はい、分かりました。はい、前回の優勝は2011年6月の福岡ということになっております。久々の優勝がかかる一戦です。ファンの方に一言お願いします。エンジン的にチャンス十分だと思うんで、優勝だけ狙って精一杯いきます。応援よろしくお願いします。